石丸伸二さん、次は広島行く？都知事選後の発言にネットが騒然。東京都知事選で小池百合子さんが参戦を確実にしました。石丸伸二さんは次の舞台として広島行くを挙げ、 SNS で話題になっています。石丸さんの発言には賛否両論がありますが、岸田文雄の地元での強さは依然として健在です。みんなの反応としては、石丸氏の発言に対する理解と評価が分かれています。少数意見としては、石丸氏の手法や発言がメディアに切り取られやすいことを指摘し、彼の政治手法に対する懸念を示しています。みんなの反応。このセリフは切り取りがひどいと思うよ。ちゃんと会見を見た人ならわかるけど、石丸氏は太陽が爆発するくらいの可能性の話として出してたし、リッツサービス的な意味もあったんじゃないかな。それを都知事選終わったばかりで次は広島一区なんて書くのは DV 稼ぎの悪いやり方だと思う。会見後の日本テレビのインタビューもひどくて、石丸氏がマスコミ全体に苦言を呈するのもわかる気がするよ。橋本さんみたいに都道府県のリーダーをやって仲間を集めて実績を作った後に国政に挑戦してほしい。今自民党しか政権を任せられそうな党がないのは厳しいよね。維新や国民民主も出てきてるけど、一党独裁は健全じゃないから、若くて優秀な政治家がもっと出てきて既存の政治家に危機感を持たせてほしいな。広島一区で既成の権力を脅かす存在になりたいならいいけど、政治家としてのキャリアを積みたいなら他を考えた方がいいかも。岸田文雄は比例区で議席を維持できるし、無所属の国会議員は当選が難しいし、裁量も限られるから彼の性格には合わないかもね。広島一区の石丸氏は頭が良く、当たり障りないことを言ってもメディアに取り上げられない。地元で現総理の地盤だから、今回の躍進も注目される。もし岸田文雄を落とせば、既存の政党政治に対する強烈なアンチテーゼとなり、政治が大きく変わるかもしれないが、現実的には難しい。石丸氏は政党を作ることには否定的で、話題作りだけが目的ではない。それでも注目を集め続けることは重要だ。石丸氏は市長や知事の方が向いてるかもね。衆議院に立候補しても当選するかもしれないけど、国会議員の一人じゃ何も変えられない。政策はいいけど、根回しと説得が足りないんだよね。国会で世の中変えるには仲間が必要だけど、石丸氏のやり方じゃ増えにくい。それなら自治体の長になって強引にでも専決処分を下せば、その自治体は変わるかも。物事を変えるには強引さも協調も必要だよね。ありだと思います。短期間でこれだけの票を集めた実績はすごいです。広島から新政党を作って日本を変えてください。政治と金を透明化して、居眠り議員や仕事しない議員をキリキリさせて、ちゃんと税金が使われるようにしてほしいです。石丸氏が国政向きではないと発言したことについて自分も同意しているようです。メディアを信用していない石丸氏なので、発言が切り取られることを予想していたかもしれません。自民系や保守層からは左と言われ、左からは右と言われる立場で大変だと思います。秋高田市では反石丸派の市長が選ばれ、市の存続が危ぶまれる状況が加速しそうで注目しています。広島一区で強い対抗馬を出してほしい。独占状を許さないでほしい。結局投票する候補者がいなかった。日本の未来を左右する選挙区だから、慎重に投票してほしい。1983年の衆議院選挙での坂明幸が新潟3区から立候補したけど、田中角栄の地盤で大差で負けた。結局日本の選挙は地元だと昔ながらの結果になりがちで、石丸伸二が当選できるのは首都圏や参議院選挙くらい。要するに今の選挙制度では個人で勝つのは難しいってこと。記者会見見てたら慎太郎を思い出した。頭の良い人なんだろうな。でも広島一区からは出馬できないんだ。昨日聞いた瞬間、岸田文雄の泣き顔が浮かんだ。新党を立ち上げて自民党を潰して、この国のためになる政治家、総理大臣を目指してほしい。今は期待値で持ち上げられてる部分があるんじゃないかな。昔自民党に嫌気がさして民主党に期待したけど、実際に政権を取ったらがっかりしてまた嫌気がさしたって流れがあったよね。だから今も実際にどうなるかわからないから期待値が高いんだと思う。特に30代後半の人たちはその経験があるから、小池会閉まるかで迷ってるんだろうね。結局今後の動きを見守るしかないんじゃないかな。本来は小池さんと蓮舫さんの対決になるはずだったんだけど、自公に対する不満が多かったから、無党派層をうまく取り込めれば蓮舫さんにもチャンスがあったかもね。でも蓮舫さんの支援に共産党が前面に出てきたから、無党派層
引いちゃったんだよね。一方、石丸さんはネットを駆使して蓮舫さんに行くはずだった票を取った感じ。でも広島一区は小選挙区で無党派層が少ないし、地元では石丸さんの強引な手法が有名だから村社会では難しいかもね。東京では評判がいいけど広島では問題が多い石丸伸二氏が広島で票を取れるかどうか疑問だね。正直これで終わりじゃないかな。今回の選挙や前回の補欠選挙の問題点を改善するためにも選挙関係の法律を改正してほしいし、地元に住民登録していない人が立候補できないようにしてほしいね。今のところ政治家を続ける以外は何も決めてないみたいですね。広島一区の話も可能性として言っただけで、メインターゲットにしてるわけじゃないと思います。この人はそういうタイプでも、メディアは必死に現地を取ろうとするから話が噛み合わなくてイライラしちゃいますね。石丸さんのことは支持してるけど、既存メディアとは本当に合わないなぁと思います。特に東京のメディアとは話が噛み合わない感じがします。これからゆっくり考える時間があると思いますが、ご自身も一匹狼なので国政には向かないと言ってますし、最終的には広島県知事を目指すんじゃないかなと思います。秋田から市長退任時にも言ってたけど、今のところリップサービスかな笑い。でもこの人ならやりかねないって思わせる人でもあるよね。都知事選は残念だったけど、今は地方議会で新しい首長が出てきてる。東京にくさびを打ち込んで欲しかったけど、現職が勝ったのはちょっと虚しい感じがするね。新しい地方リーダーとのネットワークで日本が新しい局面に進めたかもしれないのに。石丸氏の発言は一見突飛で矛盾しているように見えるけど、実は一貫しているんだよね。恥を知れ恥をっていうおなじみのフレーズもメディアが取り上げやすいように計算していってる感じがする。 SNS での切り抜きが流行ってることも理解してるみたいで、言葉の前後に真意があることが多いんだ。今回のマスメディアへの発言も社会への問題提起としてキラーワードを使ってわざと切り抜きやすくしてるんだよね。その後の言葉では取り上げてもらったことへの感謝と敬意もちゃんと示してる。石丸氏は政治の見えるかわかるかを大切にしていて、市長時代は市民、今回の都知事選では都民、ひいては日本国民が立ち上がるんだっていう強いメッセージを一貫して発信してるんだ。彼の思考は目的思考で目標思考じゃないんだよね。国政でも都政でも市政でもその目的思考が人々を通じて公約の実現につながる気がするんだ。彼が改革を成し遂げるのは難しいと思うんだ。彼のスタイルは議会を敵にして市民を味方につけるって感じで、巨悪に一人で立ち向かうんだよね。日本人はこういう判断びいきが好きだから選挙では有効かもしれない。でも独裁制じゃないから改革には議会の承認が必要なんだ。彼には市民を味方につける能力はあるけど、政治家の仲間を増やす能力が欠けてると思う。もし都知事になれたとしても議会をまとめられず、議会と戦う姿を動画で発信して市民の支持は増えるかもしれないけど、任期中に何もできずに終わるだろうね。政治は一人ではできないから、信頼できる仲間を増やすか、仲間を育てながら選挙に臨む必要がある。今の彼にはどちらも無理だと思うよ。石丸さん、次の都知事選を目指してほしい。今41歳で次は45歳。今回は知名度不足で苦戦したけど、次は大丈夫。都知事が政治を変える近道だよ。他にもネットを使った立候補はいたし、都民の生活を真剣に考えてた人もいたんだ。でもマスコミは話題性がないから無視してたみたい。今一番心配なのは石丸候補みたいにネットで信者を増やす行為の危険性だね。ヒトラーが政権を取った時のドイツを思い出すと本当に怖くなる。世界中が独裁政権に向かってる気がするよ。小池氏が次の都知事選に出るのは厳しい話だね。そうなると今回2番手だった石丸氏が候補に上がるだろう。でも今回の敗北は小池氏が強かったわけじゃなくて消去法で選ばれただけ。石丸氏は若くて新しい動きとして有利だったけど、市長しか経験がないのは弱点だった。都の未来を託すにはリスクがあったんだ。だからこの4年間で国政に出てキャリアを積むのが最善策だね。ただし都知事選に出る意欲や国政で当選することが前提だけど。マスコミって本当に切り取りが好きだよね。その部分だけでコメントするのは間違いだよ。 SNS のショートコメントに慣れすぎてるのかな。石丸氏は当選しなかったけど蓮舫氏に一矢報いたから、まずまずの結果だったんじゃない。今後に期待だね。
権力ないうちは政権中枢を脅すのは危険だし、石丸氏は選挙後の会見でメディアを敵に回した。権力を握るまではうまく立ち回るべきだね。東京も踏み台だったとかいうのは当選した人が言うこと、当選してないなら他の道を考えるのは当然。石丸さん、こういう発言は無視してぜひ国政に出てください。今回の都知事選であなたの実力は証明されました。東京を良くするより国全体をどうするかに力を使ってほしいです。今回の都知事選で組織票の強さが再確認されたね。石丸さんが躍進したのは無党派層のおかげ。無党派層はその時の状況で投票行動が変わるし、東京には無党派層が多い、選挙に行かないことも多いし、維新が前回の衆議院選で躍進したのも無党派層のおかげだけど、今回の補選では動かなかった。票が読めないのも無党派層の特徴だね。石丸さんが SNS を駆使して若い無党派層を取り込んだことが成功の要因とされています。記者会見で今後の政治活動はまだ決めていないが、広島1区、岸田、文雄の選挙区も選択肢だと発言しましたが、これはジョークだと見られています。秋田方氏は広島3区にあるためです。しかし広島県秋田方市長時代の活動や東京都知事選挙への出馬は国政進出を視野に入れた戦略的な動きだと感じます。石丸さんの計算された戦略性が見えますね。これって明らかな変更だよね。記者会見見てた人ならわかると思うけど、こんなことやってるからマスコミは腐ってるって言われるんだよ。大手マスコミの記者が石丸さんに国政に行く可能性はありますか？例えば広島行くとかって聞いたんだけど。石丸さんは政治家だからあらゆる可能性は否定しないけど、今のところ国政に行く意思はないってはっきり言ってたんだよ。フリーの記者からの質問でも自分は国政には合わないって言ってたし、でもその後も大手の記者が都知事選が終わった直後なのに広島一区に行く可能性があるのはどういう考えか？とか、国政に誘導したいような質問を繰り返してておかしいなって思ったんだ。そしてやっぱりこういう記事が出てきた。ひどすぎるよ。マスコミが報道した内容は石丸さんの意図を歪めて伝えている部分があります。石丸さんは広島一区を例に出したのは次の政治サンタの機会としてあらゆる選択肢を否定しないという考えを示すためでした。しかしマスコミは広島一区という言葉だけを取り上げて次は広島一区に出馬するかのように報道しています。石丸さんはそのような意図で話したわけではないので、こうした報道の仕方が石丸さんのマスコミに対する不信感を強めているのではないでしょうか。ライブ見たけど、あれはマスコミが言わせた発言だね。考えが全くなかったわけじゃないだろうけど、落選確定してすぐに次のことを聞くのはどうかと思うよ。広島一区の例を出して喧嘩越しで質問するテレビ局の態度も叩くための答えを引き出そうとしてるだけに見えた。弁護士に対しても落選直後に原因や分析を聞くのはどうかと思う。せめて日が変わってから聞くべきだよね。見てて不愉快だった。マスコミは何がしたいのかわからない。開票直後の当確ならライブ中継自体いらないよね。石丸氏がマクロン大統領のようになれるか、それとも小池、ゆり子の後追いに終わるかについてだけど、個人的には前者は難しいと思う。政権を取るには彼が言う政治家を大勢仲間にしなきゃならないけど、その過程で支持を失う可能性が高いんじゃないかな。ただ、今回の知事選の結果から4年間期待をつなぎ止められれば、次期都知事選で勝つ可能性は高そう。小池氏の轍を踏まずに都知事の座を足がかりにして、確固たる政治勢力を作り上げて首相まで上り詰めることができるかどうかが鍵だね。メディアは候補者の発言を勝手に改ざんしてもいいと思ってるみたい。文章を足すのは訴えられるけど、削るのは候補者の意図に反してても許されるって。これが悪じゃなかったら何が悪なんだろうね。メディアを誰が裁くんだろう。それにこの記事だけ見て石丸氏が広島一区で出馬するって思い込んで批判する人が多いのも問題。ファクトチェックしない受け手側も悪いけど、やっぱり根本的な問題はメディアにあると思うよ。次の都知事選に期待してるよ。世代交代の時期だし、今回みたいな選挙を冒涜するような人たちを排除してほしい。選挙がどれだけ大事か忘れちゃいけないし、選挙の仕組みを守らないと当たり前じゃなくなる。ポスター枠を売ったり他の候補者の演説を邪魔したりするような目立ちたいだけの人たちが出ないように願ってるよ。彼の行動は興味深いけど、目立ちすぎると潰されるかも。有権者がもっと投票すれば彼を支えられるよ。石丸氏、ちょっと調子に乗りすぎじゃない？選挙中は都知事選に国政を持ち込むの反対してたのに、
広島一区のこととかブラックジョークでも国政の話はしない方が良かったと思う。やるなら黙って解散後に立候補すべきだよ。選挙期間中の主張には説得力あったけど、終わった当日にこの発言は普通ないでしょ。私だけかもしれないけど、応援してた気持ちが一気に冷めちゃった。この人の言うこともう信用できないな。結果がまだ出てない時の発言だけにショック大きいよ。切り取り報道って本当にひどいよね。本人が一例として話しただけなのに、マスメディアが勝手に決めつけて報道するんだよ。視聴者がそう思ってるって前提で取材してるからなんだろうけど、本人の考えがちゃんと伝わらないんだよね。結果は結果として受け入れるけど、今後のことはまた別に考えるっていう本人の意図が理解されないままなんだろうな。わかる人にはわかるけど、それがマスメディアへの批判につながるんだよね。日テレの選挙結果のインタビュー、石丸氏とコメンテーターがまるで喧嘩してるみたいだった。トランプ元大統領と CNN、ABC の関係みたいに見えたよ。石丸氏のコメントは理屈っぽくて全否定から入ってて、敵を作るような感じだった。これじゃみんなから嫌われちゃうよね。もっといいやり方があったはず。話を戻すと、石丸氏は可能性は全てあるとはぐらかしてたけど、実際にはまだノープランなんだと思う。広島一区の発言はただのユーモアだと思うよ。本気で言ってたらやばいでしょ。笑い。次の都知事選を狙うなら、アナリストの経験を生かしてテレビに出まくって知名度を上げるのもてだね。クイズ番組やワイドショーにも出られるし、視聴率も取れそうだから、使いたい曲は多いと思うよ。そういえば、石丸さんが元市長だった喜多方市の市長選挙で反石丸の候補が当選したみたいですね。議会とあれだけバチバチやってたら、そうなるのも当然かも。でも、石丸元市長って議会とのバトル以外に何か貢献したんですかね。自分はよく54号線をドライブするけど、道の駅三夜の里によっても何年経っても全然変わってない気がするんですよ。秋高だって J1 サンフレッチェ広島の活動拠点としても有名だし、昔は秋高田枠流れオリックって男子ホッケーチームのホームグラウンドもあったんですよね。スポーツ好きな自分としては、どうでもいいバトルよりもこういうスポーツ関連をもっと盛り上げてほしかったなって思います。石丸氏にとっては損のない選挙だったね。出馬して名前を売り、公約は YouTube で見てと短い演説で多くの街を回った。ネットでは石丸一色で、若い世代や無党派層の支持を集めた。秋高田では結果を残せなかったけど、自党の良さや討論会での巧みな立ち回りで見せ場を作った。広島一区で岸田文雄と対決したら面白くなりそうだね。秋高田市長を途中で辞めた時点で、東京も踏み台にするんだろうなって思いました。当選したら橋本さんみたいに話題作りして、住民投票とかして党に分して途中で辞めるんじゃないかと。ネットでの選挙戦は時代の流れだなと思ったけど、ちょっと怖いなとも感じました。不安定な時代に現状を壊す人を求めるのは歴史的に見てもそうだけど、最近の他国の例を見ても、変化を求めた結果あまり良い方向に行かず、分断が生まれただけに感じます。だから、小池さんが当選してホッとしました。若者に政治に興味を持たせるのはいいけど、知事になるのとは別の話じゃないかな。落選して若者が政治に興味を持ったのは良い結果だったっていうけど、本気でと知事になろうと思ってたのか疑問です。そういうのは自分で政治塾を作ってやればいいんじゃないかと思います。岸田さんの選挙区良いね。彼は日本を変えようと言ってるし、方針も一貫してる。次の総選挙まで時間あるから、玉木さんや松原さんと話して中道右派勢力を集めれば、本当に日本を変えられるかもね。広島一区で岸田さんに不満を持つ若者がどれくらいいるか、選挙でわかるね。裏金問題がまた出るかも。若者は多いけど、岸田さんの支持者も多い。ホリエモンと亀井、静香のような本気の戦いが見たいな。都知事選での躍進は実績が知られていなかったからで、地元選挙では逆に不利になるよ。国会議員になってこの人なんするんだろうね。国会議員って嫌いな議員や役員とも調整しなきゃいけないし、自分の考えを伝えるためには同じ方向性の人を集めて派閥を作る必要があると思うんだよね。でもそれって喜多方氏以上に難しいと思うんだ。若さや正論、 YouTube で論破しただけで全てがうまくいくと思ってるのかな。その先がちょっと不透明で心配だよ。広島一区は話題作りにぴったりで、マスコミも騒ぐし、世間の反応も賛否両論で面白い。ネットだけでなくメディアもうまく使っていて、既存の政治家とは違う策略家だね。新しい時代の政治家が誕生してる感じ。石丸の先鋒って本が出たら売れそうだよ。
飽きられたら終わりだから、話題作りはうまいね。次は全国的な人気をどう生かすかが大事だよ。秋高田市長を途中で辞めた時、東京一極集中の是正を理由にしてたから、次は国政が自然な流れだよね。広島一区は面白いけど、広島ではあまり人気がないし、いつも揉めてた印象が強い。大規模選挙買収事件を報道している中国新聞を敵に回したのもマイナスだし、弁舌は立つけど信用できないイメージもある。ただ国政で政権交代に貢献してほしい期待はあるから、縁がなくてもネットを駆使して注目の選挙区で自民現職の資格になってほしいな。小池さんと決選投票になってたら勝つ可能性もあったかもね。半現職は票が割れるし、現職の知名度は大きいから。今の政局は候補者不足で消去法で投票されてる感じが強いから、いろんな人が名前を売って政治に参加するのは良いことかもね。長々党の支配は危険だよ。テレビ報道がフェアじゃないのもその証拠。長々党は自然に票が増えるから高みの見物。選挙助成金は国民から搾取されてるけど、長々党には痛手がない。党が増えるほど国民大体目に遭う。票が分散して最終的には二択になるから、トランプ対バイデンみたいな接戦になるかも。石丸さんが勝ったら選挙助成金を廃止してほしい。この搾取は戦争ビジネスだ。勝手に作った党が長々党だよ。石丸氏ははっきりした物言いだから、マスコミに切り取られて誤解されやすいんだよね。だからせめて動画の URL とかつけてほしいよね。都知事選で2位だったけど、負けた以上は次を見据えるのも当然だし、リップサービスもあるんだろう。次の都知事選まで何もしないってわけにはいかないし、別のところで力をつけるのも大事だよね。秋田方市では既得権益まみれの老人会が将来性をことごとく切って財政破綻してたからこそ、少しでも将来に名を残そうと動いたんだよ。それを人の心がないって反発されたんだろうけど、潰れるって言ってるのに無駄な金を省こうとしない老人会だから、ああなるのも仕方ないよね。広島一区から出るのはリッツサービスっぽいけど、どこかの選挙区から出る可能性はあるね。広島知事選が一番現実的かも。当チャンネルの意見として、石丸伸二さんの発言はリップサービス的な要素が強く、メディアの切り取り方が問題だと感じます。彼の今後の政治活動には期待していますが、現実的な戦略が必要です。